遊びありがとう存じます。相変わらずのお粗末申し上げてお開き、終わるまでごゆっくりお遊びを願っておきます。おお、はい、の半ば奥まりました人まで次郎長何か調べ物をしているところへ、親分、なんだお前さんが地域にしている若い勇清五郎の弟子の新狩正吉というかわいい相撲取りがもう目も何にも投げ荒らしちゃって親分に詫び事をしたいって思ってきた。お前さんはおとなしいから親分の前に出ると口が満足に聞けねえから俺が代わって話をしてやるからなんだか言ってみなとこう言ったん。そうしたらしんがりが泣き泣き話をしたのを聞いてみると親分全くかわいそうなんで。どうしたん。吉原宿の醤油屋善助という貸元がいいんでしょ。ああ評判のいい。あの人からは若い勇の関取が二十両借りがあって明日かいそうかあさってと思っているうちに煩いついて返すことはできなくなってさあどうしたらよかろうと考えているところに醤油屋の子分が5人来てこないだの20両返せとこう言う。この通り煩っていて今は返せませんからもうしばらく待ってくださいって言ったら冗談言うな。子供の使いじゃねえから手ぶらじゃ帰れねえ。何か型はもらってくんだって脇を見たらね親分がこの間こさえてやった化粧回しがあったん。これがいいこれがいいってって大勢が持ってこうとしたからしんがりがびっくりしてそいつを持ってかれちゃ大変だそればっかりは待ってくださいって言ったらこの回しが欲しかったら二十両金持ってこい何を止めやがんでこのふんどし担ぎ行ってんでしんがりを殴ったそうで、寝ていた若い勇が起き上がってその人の足しがみついて体が治りゃ金は返すからそればっかりは待ってくださいって言ったらてめえまでが止めんのか
今度お前さん患っている若いサミの頭を殴って回しを持ってったん。ああ若いサミがびっくりして借金の方に回しを取られたんじゃ清水の親分に申し訳がないってえらく心配しますから、心配すりゃ病が重くなるばっかり、できた子って仕方がない、私がこれから行って親分にお詫びをしてくるからと親方は待たして新狩りが来たとこういうわけなの。ああかわいそうだ親分、どうにかしてやっとくんだない。新狩りは表にいるの。さよどねん、こっちに通しな。へえ、こうこうこう、丁寧に通せよ。へえ、新狩りこっち側に。おめえなんだで親分の前に黙って座ってりゃいいんだよ、俺がみんな喋っちゃったんだから。わり、へ、ありがとう存じます。入ってくるかわいい相撲取り次郎長の前に行儀に座る、その挨拶もやっとらしい。おっと、しんがり、あぐらは返してくれ。相撲取りが行儀に座ると弱そうに見えていけねえ。今若い氏からあらましの話を聞いたが、お弁当の親方醤油屋の梶本から20両借りがあるってが、どういうとこで借りた。え、博打まで。お弁当の親方は爆笑するのか。嫌な相撲取りだったな。そこで持っている金を取られて20両借りた、その方に回しを持ってかれたのか。向こうに理屈があってこっちに理屈はねえ。ヤクザもんがこういう関与をしていても馬線というものは家庭もんだけれど、患っている人を殴ったのが向こうの落ち度、その落ち度につけ込んで俺がよくわけ話して20両渡して回しをもらっておめえのうちに届けるから、親方に心配すんなってな。早く体を治していい相撲を取ってくれ、そいつくんな。おう、お待ちお待ちお待ち。失礼ながら10両ある。お前さんの親孝行に免じてあげる。うちが行って親方の口のあったもんだも食べさせてやっつくんな。はい、ありがとう存じますと涙でいただく10両の金を懐中にして、しんがりが表へ出ると、入れ替わって殻紙はさらっと開いて、パーッ飛び込んできた男が次郎長の前にドカッとあぐらをかいた。清水港は鬼より怖い、大政小政の声がする。歌の文句に上った小政。小政は乱暴者には違いはありませんが、幼い頃親孝行でお上から三度褒美をいただいたことがある。ですから礼儀は固い。普段お世話になっている親分の前であぐらなんざ書いたことはない。それどうしたんですか、今日はだかってあぐらかいて親分の顔をぐっと睨んで、親分、なんで何にも言わねえで20両くれ。バカ野郎、こういうわけだといや、指令によりゃ50が100でもくれてやる。やぶから棒でわからねえ、20両どうする。どうするったって分かってんじゃねえか、今から紙の向こうで聞いてましたよ。患っている人を殴ってまで回しを持っていかなくったっていいじゃねえか。そういうやつがあるから博打打ちはみんな悪いと言われる。わしは20両持ってって善助の前に立たつけて回しを持ってくる。秀英によったら善光の側面を叩きちまう。と20両くれ。ええ次郎長、まあ何やるのかよ。仮にも自分の親分捕まえて次郎長ってやつがあるか。かわいい子分とは言いながら森の石松一人のために俺は11人の人殺しをした。その罪は大手半五郎がしょって出たとは言いながら、お上にはちゃんと目がある。都鳥一家を切ったのは次郎長だ。すぐに清水を召し取れとこうなったが、調べてみたら都鳥が悪い。次郎長に悪いところはないから、清水一家には相手お構いなし。大手半五郎2年間入牢でことが済んだ。その2年もありがたい。半五郎牢内に参考があったにより、2年のところ1年にまかったぞ。なあ、ありがてえお言葉だ。人殺しをして
ニゴニゴ笑って土地で遊んでいるような歌できるのはみんなお上のお情け。これからというものは喧嘩しちゃいけねえぞ。人に頭殴られてもお手は痛みはしませんかって笑って我慢していくよと俺が言ったら、てめえあの時なってた。平和君、これからは喧嘩のけの字もしません。頭は蹴っ飛ばされても我慢します。と言ったのが一昨日の朝だ。その今日になりゃってもう善助の首を取るってや。小松さん、はい。善助には300人から子分がある。300子爵の子分が怖くって言うわけじゃねえが、あの人の親分は藤郡宮島歳三。知った身内を集めたら千何百ある。そんな人を相手に間違えをしたらまた軽動位血の雨を降らさなくちゃならねえ。そうなると片井の旦那方が何とおっしゃる。ああまた喧嘩だ。バクシーちゃん喧嘩商売にしてやら嫌になっちゃうな、とこう言われるじゃねえか。バカ野郎、どいつてめえなんか生意気なこと言ったって俺んとこの子分じゃ一番体が小せんだぞ。てめえはだから足が速い。お前はもうつけはおめえに限っていい。俺は初めからおめえに20両渡して回しを持ってきてもらおうかなと思ってた。だからそういう了見じゃお前よした。誰か他のものやるから待ち行ってろ。あれ、初めからわしをやろうかなと思ったんですか。どうだ、なんで黙ってりゃよかったな。ほらヤブヘビでやん。じゃあ首取らねえからやっつくんねえ。いけねえよ、あっちとらっち。誰かいねえか。はい、さらに。え、おやむん、おやむん、おやむん、なんか言おうか。大変なやつ出てきやがった。終わりの大野の鶴吉、終わりの桶屋の吉五郎、賭博間に豚松に伊達の五郎、鬼と相撲を取りそうなやつはザラッと並んだ。嫌なやつばっかり出てきやがってな。他に誰もいねえのか。いやはしたな、こいだけだ。なんで言おうわ。すごいな。おめえたちは具合が悪いんだ。人に頭を殴られてもニコニコ笑ってるようなやつがいい。どうだ、うちの若いもんで一番弱いのは誰だ。弱いんですか。うん、ないね。え、弱いのいませんよ。うちはもう強いのばっかり飽きなってる。だけどまあそん中で弱いといや、お化けの金太にひょっとこのやたかな。なんだ変な名前だな。おい、そんなのがいるか。今勝手元と働いてます。あ、そうか。ちょっと呼んでみな。はい。お化け、ひょっとこ。何言ってやんで。だからこの博打打ちの三下役は嫌だよ。ら名前があったって呼んでくんねえんだからな。お化けにひょっとこだってよ。とにかく行ってみよう。しょうねえから。え、親分何かがよ。元こっち変な。はい。おめえたちの顔は毎日見てるがあだ名は知らなかったが、お化けにひょっとこってんだってな。こないだなったばっかりなんでござる。ああ、いい名前だ。よかねえやがな、名前。今相撲取りの話を聞いていたか。あの回しの一件でしょ。うん、聞いていました。相撲取りはかわいそうでしたね。じゃあ有吉では知ってんな。え、よく知っておるよ。ああちょうどいい。これ20両ある。これ2人に渡すから。あれ、すいませんね。すいませんともやるんじゃないよ。なんでくれるんじゃないんですか。そうだ。あ、そうですか。うん、何がっかりしてやん。醤油屋善助という貸元を知ってたろ。ねえ、今売り出しの貸元で。あそこ行ってな、本来次郎長が上がるんですが、のっぴきならないようがあって手前ども両名が伺いました。いずれそのうち手前親分次郎長が参りますと、こう言って20両渡して麻雀を作る。旅行こい。
アニー連中やろうと思ったが、アニー連中じゃこの用が務まらねえ。おめっち二人に限る。な、頼む。ああ、アニー連中じゃこの用が務まらねえで、わしら二人に限ってんですか。あ、そうだよ。もっともこういう役は、なんだ、なんだ、ものがわからねえとね。なあ、ものがわかるからやるんじゃねえや。他の人は強くって善助の首を取ると大変だ。てみっち二人はイグニがねえから人に頭を殴られたってニコニコ笑ってやん。善助の首を取ってくれって頼んだって取れっこねえ。安心してやるんだ。はぎつこい。はあ。とつまり他の人は強くって善助の首が取れてわしら二人じゃ首が取れねえとおっしゃるんですか。そうだよ。とつまりわしら二人が弱いってんですか。あ、そうだよ。つまりわしら二人は育児がねえてんですか。まあそうだよ。つまりわしら二人はもうダメだってんですか。まあそうだよ。つまりうるせえなおじちゃん。つまりつまりってやん。嫌ならよせ。いいえ、行ってきますよと。表の堅い出は出たが、弥太郎という人はおとなしいが、金太郎という人は生まれついてからんぼうものよ。表に出たが怒っている。こりゃ怒るのが無理がない。次郎長やぶ悪かった。弱い弱いとばかにはできぬ。弱い男が何するか。俺もヤクザの端くれよ。男になるか命を捨てるか。ショートハントの人を勝負。そうだそうだと金太郎が独り言を言うやつを脇にいました弥太郎が。おい兄弟、おいさっきから何言ってんだ。やい、てめえなんざ口は災いのかと舌は災いのねってこと知らねえんだろ。いつ俺が人に頭を殴られてニコニコ笑ったよ。いやさ、どういうところが俺が弱いってんだよ。おい、なんで俺に怒ったしはねえじゃねえか。俺が言ったんじゃろ、親分が言ったんだよ。親分が言ったってしゃぎ座ない。しゃぎ座ったら親分に言え。親分に言えは殴られない。いや、しょうがねえじゃねえか。まあ、我慢しろい。我慢できない。気の毒だ、今日という今日はちょっとらうるせえぞ。何がすんのか。これから行って善助の首を取るんだ。誰が。俺っち二人が。じゃあな、言うね。向かう立派な貸元でこっちは高が三下やっこ二人で、あの人の首が取れるかい。そんなこと言ってるとおめえなんざ生涯三下止まっちゃうぞ。いざこい生きたるの尋常の勝負じゃかなわねえが計略だよ。これから二人で善助の家行くだろう。うん。本来次郎長が上がるんですが、手前どもが伺いました。回しを送んなさい。金私は回しくれるだろう。くれる。向こうで回しをくれたらね、俺が懐に持ってきた大きな風呂敷を広げる。そん中に回しを包んで背中に背負う。うん。俺が背中に回しを背負ったな、と思ったらこれが計略の始まりだ。おめえはね、
一足後に下がってドスの繰り方を掴んでぷっつり恋口を切って右の手がつかあしらいかかるばかりに下顔して待ってろ。俺がね、うん、おめえは、俺はおめえわだったあいつの前進んでって形を改める。梶本をお邪魔しました。縁と命があったらまたお目にかかります。はい、さよならってこう丁寧に頭を下げる。うん、貫禄に変わりがあったって人間に変わりがねえから向こうで、はい、ご苦労様って頭を下げんだろ。下げる。向こうが頭を下げた自分にね、うん、俺がこう下げてる頭をぐーっと上げちゃう。うん、パー飛び込んでって野郎の曲げをつかむ。あ、曲げね。うん、手向こうで何をするんだってやつになっきゃんだい。ぐぐ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 っと引っ張る。つまりおめえは頭抜け引っ張るから痛いから、なんだ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 。首は伸びたろ。伸びる。十分伸びたなと思ったところ、おめえが飛び込んできてギラッと抜いてパーッと切っちゃう。どうだい、伸びたのを切んだから切れたろ。あれ、うまく噛み合ったのかな。ああ、そうやら切れない。で、そうやって切ろう。あ、そうか。じゃあ早く行って切ろう。相談しやがった。白い世の中訪ねてみても、バカほど怖いものはない。バカは死ななきゃならない。これが騒動の始まりになるとは知らない二割は清水港入れました。途中何の話もなく着いたところは吉原宿。何にも知らないですけど、お配りました人間にて、しばちの前にどっかと書いたよ大あぐら、朱塗りの前を脇に置く二品三品の魚を並べ、女房を時に酌させて、好きなえお酒を飲んでいた。ところいと表おり戻りましたよ、身内の者が五六人。え、おやぶん、ただいま行ってきました。いや、ご苦労だった、遅かったな。ええ、回るだけ回っちまいまして、今日はもうおかげですっかり集まりましたよ。そりゃそうと、めっちゃ関取のとこ行ったか。若い神でしょ。うん、行きましたから、わざわってましたよ。ほう、ええ、それから、この間の二十両改正って食いったの。わざわっていて返せねえから、もうしばらく待ってくれってえから、冗談言っちゃいけねえてん。ねえ、子供の使いじゃねえから手柄じゃ蹴れねえ。何か型はもらってくんだって脇を見たらこんな立派な回しがあった。こいつを持ってかれちゃ大変だって二人が止めやがったから二人を殴ってこの回しを持ってきた。ええ、喜んでくんねえ。え？わずらっていて返せねえ、もうしばらく待ってくださいってやつを、わずらっている人を殴ってこの回しを持ってたのか。さよでくれん。てめちゃん、わずらっている人を殴ったのか。ええ、むちゃくちゃに殴っちゃったんです。誰が一番初めこの回しを掴んだ。回しを掴んだ。飛び込んでてグッと掴んじゃった。源氏。はい。俺んとこに間違いがあると一度も手目は先に手出してんな。ええ、手が早いんだね、足が。自分でびっくりしたんですよ。なんかこうやって喋ってると前に手が出てやん。俺どっかでよく見る手だなと思ったら自分の手なんです、そりゃ。ははははは。誰が回しを持ってこい、誰が金をもらってこいと言ったんで。その後関取の姿が見えねえが、いるのかいねえのか見てこいとやったんだ。患っているとは知りませんでした手前親分伝助がまた後から伺います。これはほんの少しだがと、なぜいくらかの見舞い金でも置いてくれなかった。こともあろうが商売道具、こんなものを持ってきたら手道を歩けるんじゃねえ。
古文の悪いのは親分の不始末と俺が悪く言われじゃん。なのつこんなもん出て、若い者はびっくり表へ飛び出す。後に残った善助がどんな回しだろうと広げてみたら驚いた。見覚えがある次郎長がこさえた回し、こらえないことになった。清水の貸元の耳へ入ったら血も涙もねえやろう。生かしておいちゃためんならねえと。しっかりしたお身内が五六人で俺の命を取りに来るだろう。ああ、悪い子分を持った。お、そうだ。今年清水は遠いから、まだ次郎長さんの耳は入るめ。明日の朝俺が早起きをしてこの回しを清水に持ってこう。子分がこういう間違いで持ってきた、勘にしてやってくださいと頭を下げて謝ったら、ことのわかった貸元だ。これから気をつけねえの、一言ぐらいの小言で済むだろ。そうだ。明日の朝俺が清水行こう。善助いい人だったが、この人の運の付きはしょうがない。前に座っていた女房が風呂道具を持って表へ出た。善助知らないで飲んでいるところに、バカ野郎二人やってきやがった。醤油屋善助の首取り、ちょうど時間となりました。また公園つかまつ。